すごいいい感じで練習できてます。まあ1分ぐらいで終わらせるんで見といてください。1分ぐらいという話が出ました。それでは萩原恭平選手お願いします。まあ試合前からなんかちょっと変な絡み方されて、まあリスペクトがないやつやなと思ってちょっとムカついてるんで、まあしっかり格の違い見せて、倒そうと思ってます。まあカーフはうまいなっていうのはありますね。けど自分もコレスニックに嫌ってこと蹴られたんで、そこはもうクリアしてるんで大丈夫です。勝敗のポイントはどうですか？感じ。自分が多分 MMA やっちゃったら本当にすぐ終わっちゃうと思うんで、まあその日の気分って感じですね。はい。さあ、それでは萩原恭平選手どうでしょう？まあ、印象はパンチの当て感がまあいいかなと思うのと、まあ勝敗のポイントはまあどっちが先にいい打撃、効かせる打撃を当てれるかで変わるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。以前ちょっと階級転向ってお話、階級下げるみたいな話もあったと思うんですけど、引き続きフェザー級で戦う理由とかっていうところはいかがでしょうか。まあ、そうですね、まだまだやり残したこともあったし、ちょっと考えが変わったって感じですね。あとドライブで練習されてるかと思うんですけど、その理由とか経緯とか、どういった練習できてるかってところをお願いします。ドライブに行った理由は、まあ、純粋に、強くなりたかったから、環境を変える必要があるなと思って行って、で、まあ、大阪でやってきたこととこの、もう全く違う練習とか、まあ、そういうのができてるんで、まあ、充実した毎日を送れてます。あと朝倉未来選手が引退しそうな、まあ、ちょっとまあ明確にはまだ分かりにくいところですが、そういう状況に関して彼についてどういった思いを今持っていらっしゃいますでしょうか。まあ、お疲れ様でしたって感じですね。それだけです。隣お願いします。ありがとうございます。こちらお願いします。ありがとうございます。こちらお願いします。ありがとうございます。はい、こちらお願いします。はい。よろしいですか。はい、どうですか。じゃあ、ベストです。デザイン級ストライカー対決です。それぞれ大事に勉強があります。リーチの高さのある萩原恭平選手、そしてアテカンのある右ストレートで敵を沈める大丈夫でし萩原ょうか。恭平選手です。はい、ありがとうございました。